こんにちはカスターマリですダンスビズ6回目は自分の棚卸しというテーマでお話をしていきたいと思いますこのポッドキャストを聞いてくださっている方というのはダンスをしている方が多いと思うんですけれどもダンスを仕事にするという場合ですね昔も今も変わらないのが教えるということだと思います私も実際やっていました でも少子化が進んで、それなのにダンスの先生やスタジオは増え続けているというのが現状かと思います。えー、そんな状況下でダンスを仕事にする場合は、ですね、今はインターネットというツールを使ってダンスと何かを掛け合わせて新たなジャンルを生み出す必要性があります。 では実際にどう掛け合わせていくかなんですがまずは自分の棚卸しをすするる必要があるんですねで。ダンスの他に今何が得意か、まあ、得意というとですねハードルが高いかもしれないので今日は自己啓発やビジネス分野で多くの著書を執筆しているブライアントレーシーの自己分析 自己認識を深めるための6つのステップをご紹介します。まず1つ目です。あなたはどのような人生を送りたいでしょうかそのためには今どのような目標を持っているかをまず明確にしてみてください。でこれはですね自己認識の最初のステップとなります。できれば紙に書いたり まあ書くのが苦手な場合は、スマホの録音アプリに声を吹き込んでもいいかと思います。私の場合は、毎朝ボイスジャーナリングと言って、前の日の振り返りやその日の予定と一緒に目標を話すようにしています。はい、それでは2つ目です。今まで他の人から褒められたことは何でしょう。つまりそれは、空気を吸うように、 自然とできてしまうことです。これは最初は分かりづらいんですけれども「ああ、それ私できるからやっとくよ」みたいな気楽にできてしまうことなので「思いついいいつたらメモしておくとできる」ま「あ、できない」は別としてあなたが自然に興味を持ったのは学校でどの科目でしたでしょうか これについては、学校での科目でなくても、今、ダンス以外で興味を持っていることでも OK です。はい、4番目です。7歳から14歳の時、あなたは何をするのが一番楽しかったでしょうか。覚えてない場合は、ご両親やご兄弟の方に聞いてみてください。 おそらく皆さんはダンスだったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ他にもあればぜひ書き出してみてください。はい、次、5番目です。今しているお仕事で、どの部分が好きでうまくできていると思いますかこの仕事というのは、ダンス以外でも OK です。アルバイトですとか、 あと正社員で働いているお仕事の場合はその内容について改めて振り返ってみてください新たな気づきがあるかと思いますはい、最後6番目ですダンス以外でまあ、ワクワクするようなですね高揚感を感じることあと熱中できることは何でしょうか人によってはお料理だったり まあ、英会話だだだったりいいいいろろと思います1つ以上は出してみてみください、はい、こういった自己分析メソッドというのは他にもいろいろありますので是非試してみることをおすすめします。というのは自分の棚卸しはさまざ、あ、まなです、ね、角度から自分を見つめることでダンス以外の自分を知ることができるからです。 人というのは、まあ、フォーカスをするとアイディアが降りてくる生き物です。私も何度も経験しています。また、この自分の棚卸しをテーマにしたエピソードはですね、時々これからもお話ししていこうかと思っています。はい、それでは最後まで聞いていただきありがとうございました。カスターマリでした。